アイアンブリッジ峡谷はイングランドのシュロップシャー州にあるセバーン川が形作った峡谷である。ユネスコの世界遺産に登録されており、周辺の敷地を含む屋外博物館アイアンブリッジ渓谷博物館はヨーロッパ産業遺産の道のアンカーポイントの一つとなっている。本来セバーン峡谷と呼ばれていたが、その種の鉄橋として、 世界で初めて作られ当地の産業遺産となったアイアンブリッジに基づいた名前の方が今は通りが良くなっている。アイアンブリッジ峡谷は美しく素晴らしい景色を持ちまた歴史的にも重要な場所である。ここは産業革命の始まった土地とされている。産業革命はエイブラハムダービーがコールブルックデールでコークスを使って高品質の鉄を作り出す。 近代的な製鉄法を発明したことから始まった。周辺のブローズリー、コールポート、ジャックフィールドといった街とともに、この地域は産業の中心となっていった。峡谷はセバーン川をブリストル海峡まで運んでいく。この峡谷は最後の氷河期にアイルランド海の氷床が川をせき止めて、ラップアース湖を作り、この湖に、 北からの流れが止められたことから形作られた。湖の水位は上昇し、丘を越えて南へと流れ始めた。この流れが丘を侵食して峡谷になり、セバーン川を永遠に南方へ向かわせることになった。この地は二つの理由から初期の実業家にとって有用だった。一つは石炭、鉄鉱石、石灰岩や粘土といった鉄やタイルや 時期の生成のための原料が、峡谷では露出しているか、簡単に採掘できたこと。もう一つは、川が広く深いため、製品を海まで運ぶことを容易であったことである。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。